の電動椅子持ちまでいきます。見て文字今日は止まっちゃったかな。やっほー、ちょっと充電器をさしたいこんばんは、このルーム初めてなのかな。オッケー、またルームフォローしてね。このルームはあんまりいっぱいは配信しないかもだけど、毎日日替わりでメンバーが配信をしていて、47ルームだったり公式ルームだったり、あとミクチャーとかどれかしらで配信したりしてる。アレルギーで昇天してる、仕掛けてる、それは大変。何アレルギー、なんだろう、花粉、なんだろう、アレルギーって何がある。猫とか犬とか動物系、なんだろう。大丈夫、心配ない。でも犬アレルギーなんだけど、犬飼ってる。犬抱っこすると快快になっちゃうの。好きだけど触れなくて悲しい。ジマル可愛い、やった、嬉しい。でも今日なんかあんま顔がいけてない日。なんかね、髪を巻こうか悩んで巻かなかった見たんだけど、巻かないで見たんだけど、なんかちょっとなんかちょっと今日変なの、顔が。なんだろう、なんか今日の顔好きじゃないごめんなさい、犬アレルギー。いや、そうなの、うち犬飼ってから犬アレルギーになった。最初は違かったんだけど、途中から犬アレルギーになったタイプ。悲しい。でもたまに抱っこしちゃう。平気な時もあるんだけどね。すぐお風呂入る前とかだったらいける。まつげが死んでるからあげてみる。まつげ大事、気持ちパンチ。やっほー、今日は横浜サウザントクラブでミオさんのラストライブでした。すごいたくさん集まってくれてありがとうございました。明日はね、浅草歌劇場っていうところで不定期定期公演があります。ジャックオブ東京、久しぶりなジャックオブ東京があるんだけど、なんと明日しか見られないユニットライブっていうのがあって、普段のライブだとさ、いろんな曲をやるじゃん、なんかメンバーとかいろいろ曲ごとに変わって、そんな感じじゃん。でも明日はそこに、まあ、ちょっとメンバーとか誰と誰がとかは言えないけど、まあ、全員が全員やるわけじゃないし、やる人もいるみたいな感じであるけど、そう、なんかミニユニットみたいなのが何個かあって、そこのパフォーマンスもあります。明日しか本当に見られないから絶対に来るべし、来るべしべしって感じなので、ぜひね来てね。浅草歌劇場お待ちしています。楽しみ楽しみ、みんなに見てほしいのが、はい、ね、普通のライブの方も結構あんま普段めっちゃやる曲じゃないやつとかもあったりするから、来るべし来るべしだよ。お疲れ様です、ありがとう。ライブからのレッスンで疲れたまる。でちょっと今ね、ご飯を食べてすぐやってるから若干眠たいちょっと眠たい。あ、今日の夜ご飯は何だったでしょうかって言いながら明日の準備もしちゃおう。明日のご飯じゃないや今日のご飯は何だったでしょう。ご飯もの
なが好きかな、わかんないけどご飯もので、ね、ご飯ご飯って感じ。あとめっちゃカロリー高い、カロリーが高いやつだよ。何の準備、目薬、ハンドクリーム。なんかさ、すごい乾燥肌だからさ、夏でもハンドクリーム塗っちゃう。一年中ハンドクリーム塗ってる。これを入れて、カルビ丼。あ、でも惜しいかも、丼ではある丼ではあるよ、カルビではないかもしれない。なんとか丼、ちょっと惜しい。なんだったでしょう。明日久しぶりに出る曲もあるから、みんなに来てほしい丸みんなに来てほしい丸だよ。来なかったら絶対後悔すると思うんだけど、だって明日しか見られないもんね、ユニットライブ。あ、そうだ、しなちゃんセミショールームしてるんだ。どこでやるんだっけ。投票、これか。適当に押した。13までしか投げられません13枚。天丼じゃないよ、天丼。うち天丼って食べたことないんだよね。天丼って何、天ぷら、天ぷらの丼。でもうち天ぷら好きじゃない、なんかいらない天ぷら。レモンサワーレモンサワーは飲みたい。レモンサワーは飲まないけど、お酒は飲もうとしてた。後で、マイク表だから、マイク表カキカキしながらお酒タイムうちのなんか、なんで自分ルールだけど、なんかマイク表の日はなんかお酒を飲んでもいいっていう自分ルール。マイク表頑張って作ってるからお酒を飲んでいいっていう自分ルールがあるんだけど、なんかさ、お酒飲んでるとさ、ちょっと眠くなってくるじゃん、ぼんやりしてきて。で絶対なんか間違いが出てくるの、なんか同じ人が2人いたりとかなんかここに出てるのにアウトロインの方にも名前が書いてあるみたい、誰かと多分間違えてる。あ、違うじゃん。だからね、本当になんというか、あまりプラスにはならないんだけどプラスにならないんだけど、なんか気分的に自分へのご褒美の気持ちで飲んじゃう。牛丼めっちゃ美味しい。正解はカツ丼でした。カツ、カツ丼だよ。でもち牛丼の方が好き。牛丼のさ、あれが好きだよ、うち。で牛丼はさ、牛丼めっちゃ好きでね、一人でよく牛丼屋さんに行くんだけど、すき家の牛丼が一番好き。すき家が一番出てくるの早い気がする。本当に頼んでさ、30秒くらいで出てくる、早い。うん、じゃああれが好き、チーズ牛丼。チー牛、チー牛か、キムチ。でも普通のノーマルのやつで、あれをめっちゃ山盛りにするのも好き。なんだっけ、紅生姜、紅生姜をいっぱい乗せて食べるのも好き。美味しいよね。見ながらマイク表作ってる。そうだよ。だから我がマイク表の時は、あ、飲んでんのかっていう感じ。悪い、意外とお酒好きなんだ。飲まなそうでしょ。めっちゃ弱くもないの、強いかどうかもわかんない、そこまで飲んだことないから。なんか酔い方はさ、なんていうの、眠くなる酔い方。あ、やだ、ライト消えちゃったんだけど。お酒飲むと眠くなるタイプ。なんかハイになったことない。あ、ハイになってみたい。ウェーイって、楽しそうじゃん。ああいうテンションになってみたいんだけど、なれないんだよねみんなはお酒飲むとどういう感じになるタイプか気になる。みんなと飲み会したいみんなで飲み会したいな、超楽しそう。
ね、ドリンク見ながら飲みたいって言ってたバレた。そういいなって、みんなお酒飲んでてずるい。会場によってね、お酒が出るとこもあればマンボウだから出ないとこもあるし、みんなはやっぱお酒飲めた方が嬉しいのかな。どうなんだろう。おすすめのお酒どうぞなんかおすすめあったら教えてほしい。酒飲むと声が大きくなります。あ、でもちょっとそれはわかるかもしれない。なんとなくちょいっとテンションが上がるよね。なんかそこまでわーってならないけど、なんかちょっとだけテンション上がる気がする。寝る、おはギロギロは笑い上手。あー、じゃあ寝る。あんま気持ち悪くなったことない。一回だけあるな。でもなんかちょっと気持ち悪くなって、多分めっちゃ油物と一緒に食べちゃったからかも。なんか胃が弱いからね、あんまり油物食べれないんだけど、それもあるのか。ちょっとうってなった時あるけど吐きはしなかった。決めば主語そうな子多い。確かにみんな意外と、まあ、飲みに行ったことないんだけど、別にみんなで飲みに行ったことないけど、なんかお酒とか飲むんですかみたいな聞くと、意外なメンバーがお酒強いよっていう人が多くて、へーってなる。飲んでみないとわからん。みんなと飲んでみたい。メンバーともいつか飲んでみたいし、みんなとも飲み行きたい。なんかみんなで超でかい会場を借りてみんなで飲み会したい気持ち悪くなるからあんま飲めない。あら、でもね、自分のなんだろう、飲める範囲を知っとくことが大事だよね。まあ、ギロギロしちゃうとさ、まあ、自分的にもね、なんかあーあーってなるし、場所、吐く場所によってはね迷惑かかったりもするし、自分が飲める量を知っておくといいかなと思う。大事、それを知っておくのは。この間の他ひたすらコークハイボール飲んでた。わー、いいな、コークハイ美味しいやつじゃん美味しいやつだ。こちらでもカシオレが好き。あとはカルピスサワーとかレモンサワー。ビールはね、なんかまだ美味しさが分かんないから、21歳はビールの美味しさを知りたい。ビールばっか飲んでる。なんかビールなんか、でもさ、大人たちはさ、なんかビールだよね。そう、居酒屋で働いてた時大体さ、入ってくるとお姉さんとりあえずビールっていうのが多い。とりあえずビールってなんやねんみたいな感じだけど、なんかそう、みんなとりあえずビールでいいよねみたいなノリあるよね。大人の世界大人の世界、とりあえずビールって言ってるイメージ。こんばんは、チラチラチラ。私はもちまるさん、もちまるゆうきちゃん。日本酒をほんのちょっとだけ、日本酒もうち実はチャレンジしたことない。日本酒デビューしてみたいな。ノーノーマライブお疲れ様、ありがとう。なあ、ワンマンライブでした。楽しかった。やっぱワンマン楽しいよね。ワンマンさ、朝早いしさ、なんだろう、結構大変なのよ気持ち的に。わあ、朝早いっていう感じであるんだけど、始まると楽しいんだよね。ワンマンしか勝たん。いつかはさ、ワンマンだけをできるくらいのアイドルグループになりたいよね。対バンも楽しいけど、ほとんどワンマンみたいな、日々ワンマンをやれるグループになりたい気持ちハイボールかレモンサワーばかり。ビール苦手、ワインも苦手、飲めないわけじゃない。ああ、うちワインも飲んだことない。なんか基本甘いのが好きだから、サワーとかカクテルとかそういう方が好きかも。あまあま動画メルヘンチックなもちまるさん、まろまろ気持ち。まろやべ楽しかった。浜崎さんに会いました。あ、そうなの、いいね。なんかうちオタク同士が仲良くしてんのをさ見るの好きだから、そういう話はほっこりする。今週はささがささ県のを飲むと他の県のやつ飲めない。へえ、新潟のお酒が美味しいってこと。でもさ、昨日のさ神田明神ホールの近くにさ、
あるよね、そのなんか日本のなんか日本酒をなんかめっちゃ揃えてるみたいな、みんな見たかな。秋葉の方に、秋葉の駅の方に行く道あるんだけど、すごいすぐ近く、入り口のなんか坂みたいなとこ降りて、こっち側らへんにあんの、日本酒屋さんみたいなの、すごい気になってる。でせっかくだから埼玉のお酒とかを飲んでみたいんだよね。でか、ママザキさんよろしくお願いします。こちらこそグお母さんみたい、息子をよろしくみたいな。美味しいというより新潟のやつはかなり飲みやすい。そうなんだ。じゃあ初めての日本酒は新潟県にしようかな。笹さんにおすすめお酒を聞いて、これっていうやつを飲んでみようかな。むちゃんこんばんざい。いい。まんない。またね、おやすみ、おやすみ。寒いから暖かくしてね。今日めっちゃ寒いよね。びっくりしてる。私今日特典会がお外だったから、寒いってなって縮こまってた。寒かった、みんな。本当風邪ひかないようにね、暖かくしてね。明日はね、なんか雨が降るんだって。だから傘を忘れずにお出かけしましょう。みんなは明日は浅草花劇場、花劇場じゃなくて、なんだっけ、浅草歌劇場に来るんだよね。来るんだよね。来るんだよねって。でも明日は本当にね、今日レッスンでなんかユニット曲みたいなのもやったんだけど、絶対に見た方がいい。これ見なかったら多分本当に死ぬまで後悔するよ。絶対に来た方がいいよ。よよよよ、みんな来ましょう明日。本当にすごいんだから来ないとダメ。飲まないから日本酒わかんないって言われるわよ。あ、確かになんかあんま飲まなそう。飲まなそう。みんな普段何飲んでるんだろう、何飲んでるんだろうっていうか、なんか飲み物とか、みんなお水飲んでるイメージ。飲まなそうだな。強いのかな、気になる。みんなの酔っ払ったとこ見てみたい。絶対かわいい。ちゃんどれくらい、でもそんななんかお酒好きみたいな言ってるけど、言うてなんかタイミングがないから飲まない、あんまり。お酒飲むと眠くなっちゃうじゃん。だから寝れない日とか、寝れない、寝たいけどなんか寝つきが悪い日、マイク表の日くらいしか飲まないかな。なんか専門学校の時の友達にお酒行こうよって言われてるんだけどさ、マンボウでさ閉まっちゃうじゃん、店が。マンボウ開けたら行こうねって言って、あ、でマンボウって開けたの21に開けるみたいしてよね。今日21だ。じゃあ明日から開けたってこと。飲みちゃおう。飲みに行っちゃおう。さっきから出てるクラフトチューハイ、あれをビールじゃなくてさ、あのお酒じゃなくなるけどさ、あれ美味しかった。コーラのクラフトコーラみたいな、ちょっと高いの、150円くらいするのかな。だいぶ高いんだけど、なんか茶色の土みたいな色してるね、コーラのなんかこのクラフトコーラやつ、めっちゃ甘くて美味しかった。なんかお菓子みたいな味、うまうまでした。おすすめ。新潟のお酒は水みたい。へぇ、水みたい。なるほど。水みたいにスラスラ飲めちゃうけど、グビグビいけちゃう。危ないな、でもそれ。飲みやすいやつは危ないぞ。いっぱい飲んじゃうから。いっぱい飲んじゃうから、酔っ払いになっちゃう。しおりさんのいっぱい飲む。え、すごいよね。なんか、うち、あれが理想。なんか、ああいう子になりたかった。ほんとちょっと飲んだだけでもうベロベロで、あーみたいな、酔っちゃった、もう飲めないっていう感じの女の子になりたかった気持ち。だってその方が可愛いじゃん。2杯ぐらい飲んでもさ、シラフの時とテンションが変わらないからさ、うち
うらやましい。かわいい。かわいいから守ってあげたくなっちゃうね。でなんか変な男に引っかかりそうで怖い。引っかかりそうっていうかなんかピョって連れて行かれちゃいそうだから絶対外で飲んでほしくない絶対お外で飲んでほしくない。しおりさんには誰かと一緒にお家の中で飲んでてほしい。じゃないと心配だ。自丸男だったら多分連れて帰っちゃう。はい、全然飲めないから飲めるの羨ましい。自丸の家系はどうだろうね。おばあちゃんとかめっちゃビール飲んでる。おばあちゃんが一番酒飲みかも。冷蔵庫めっちゃビール入ってるそこが遺伝したのかもしれない。酒強くなりたい。そうなん？酒、でも酒で飲んでたら強くなるのかな。なんか体が慣れたりするのかな。どうなんだろう。この場所夏夏だ思い出ばかり。お酒、お酒、酒と、でもおつまみとお酒で食べるの好き。ビーフジャーキーとかカルパス。おつまみって美味しいよね。なんか枝豆とか。うまうま。ビーフジャーキーめちゃくちゃ好き。ちょっと高いんだよね。ビーフジャーキー、今日のおやつはハリボーだった。クマちゃんハリボーがね、うち一番好き。これはね、レモン、え、これレモン味なの？レモン味だと思って食べたことないわ、これ。黄色レモン味なんだって。まあでも言われてみればレモンかもなんかあんまこのさ、くまちゃんのハリボーさ、味とか思って食べてないの。なんか、あ、美味しいなみたいな味で食べてるからさ、あんま味とか気にしてなかったけど。うん、ピンク、いちご味、オレンジがオレンジ、緑がリンゴ、ちょっと濃いめ、紫かな、ラズベリー、イエローがレモン、ピヨパイナップ。初めて知った。なんか白がパイナップルっぽいなとは思ってたんだけど、あと全部同じ味だと思ってた知らなかった、ハリボーにこんなちゃんと味があるの。これハンガリーなんだね。ハンガリーのお菓子だって。じゃあこれ食べたらハンガリー人になれるかも。あ、すごい、1922年生まれ、大先輩だ。1922年生まれって何歳なんだろう。このクマ、このクマ何歳で、今2022年か。このクマ100歳ってこと？おじいじゃんこのクマおじいだ。100歳のクマ。多少の体勢つくぷきゅ、体質、やっぱ体質なんだね。お酒は、特にカルパス、カルパスは美味しい。カルパス普通にコーラとかと食べても美味しい。私なんだ、肉肉しいからさ、お腹空いてる時とか食べるのいいよね。ちょっと小腹空いてる時にカルパスとか食べるとちょっとなんか食べた気になる。あと安い。100歳でおじいだ。おじい、おじいじゃんこのクマ。おじいのクマさんだったこれからはハリボー見たら、あ、おじいなのかって思いながら食べちゃう黄色のクマおじいだ。100歳、かわいいね。100歳、若く見えるよ。まだ、15歳でもいけそうなくらい。ハリボーは100歳でした。大先輩だな。みんな何歳まで生きたいとかあるの？丸何歳まで生きたいかな。
60くらい60くらいかな。音楽流してるとなんか歌ってるふりしたくなっちゃう。音楽聴きながらさ、街中でめっちゃマスクの下で口パクしながら歩いてる歌ってる気持ちで。音楽聴いてると口パクしたくなるよね。みんなは？うちまるだけかな。長生きはしたくない。長生き、うちもなんか長生き願望あんまりない。なんかハッピーに生きれたら別にあと1年って言われてもいい。なんかあんま長生きにこだわりはないんだよね。長生きをすることよりは元気に楽しく生きれる期間まででいいなって感じ。どんなおばあちゃんになりたいかな。孫に貢ぎたいんだよね。うち子供よりも孫が欲しい。子供とか旦那とか置いといてうち孫が欲しいんだよねどっちもいないと孫はできないんだけどさ、孫ってちょうどよくない。なんか自分の子供はさ、なんかちゃんと育てなきゃみたいなあるからさ、甘やかせないじゃん。甘やかしたらさ、なんか変な子になりそうだからできないじゃん、そんな無責任なことは。で孫はさ、自分の子じゃないし自分の子じゃないし、なんか可愛いじゃん多分。孫に貢ぐババアになりたいな、うち可愛いねって言って、なんか何でも買っちゃえるくらいの財産を持っておばあちゃんになりたい。で孫が欲しいって言ったものを何でも買ってあげる。紐っていうか、なんか孫の ATM でいいな。おばあちゃんだったら年金で孫に貢ぐこれ欲しいのって買ってあげるよ、おばあちゃんがねって言って、なんか買ってあげて孫に好かれたい。縁側でお茶飲む感じでいいかなまんじゅう食べて、あったかいね渋いお茶を飲んで、あーってしてるおばあちゃんになりたい。適当に猫ちゃんでも飼って今の子たちがさ、おばあちゃんになる時代はさ、もうスマホとかも使いこなせるしさ、ゲームとかパソコンもさ超できるわけじゃん。今の時代のおばあちゃんってさ、その時のおばあちゃんが若い頃にスマホとかなかったからさ、でそういうのに偏見というかさ、こう馴染めない人が多いじゃん。でもうちら世代の人たちがばあちゃんになった時は超ゲームとかもできちゃうね。すごい超ゲーマーおばあちゃんとかがいるかもしれないね面白いジジババがいっぱいいそう。うちらがおばあちゃんになるときはね、超ダンスゴリゴリのおじいちゃんとか、超なんかかっこいいラップ決めるじいちゃんとかいそうヨーヨーっておじいちゃん超ラップかっけーみたいな人とかいそうだな。面白いね。つまるばあちゃん、つまるばあちゃんも元気でなんか面白いおばあちゃんになりたいな。おばあちゃん面白いんだよって言うおばあちゃんになりたいまだ21歳なのにもうおばあちゃんになる頃の話してる。友達てテレヤッホー。町内会のカラオケ大会とかでバザイズパン歌ってるかも、一人で。それでセンス持って出るかもよ。何にしようかな。おばあちゃんでも歌えそうなやつ。あんまりおばあちゃんだから
その早いリズムとかちょっと歌えないかもしれないから、ちょっとゆっくりめのやつね、スタートとかスタートとかこの花とか歌ってるかもしれない。町内会のカラオケ大会でね、おばあちゃん、おばあちゃんの曲聴いてくださいって面白い。町内会とかあんのかな、 うちらがおばあちゃんになる時代。そう言われて納得するおばあちゃん、おばあちゃん町内会でバンザイジャパン歌わなきゃ楽しそう、いいな。なんかちょっとおばあちゃん、早くおばあちゃんになりたいって思っちゃったおばあちゃん、おばあちゃんの楽しそう。それはみんなもおじいになったら町内会でバンザイジャパン歌ってね楽しいね、いいな。老人ホームのカラオケ大会いいな。じゃあもう老人ホームのアイドルだわ。そしたら私はね、昔はねアイドルやってたんだよって言って YouTube があったら MV 見せなきゃ同じ部屋のおじいちゃんとかおばあちゃんに見せなきゃ、若い頃はねってアイドルだったんじゃよって髪はピンクでねって言ってアフロかぶったりしてねってミュージックビデオ見せなきゃおおって見せよう。 YouTube なくならないといいな。 なんか YouTube もさ SNS だからずっとあるとは限らんじゃん。残っててほしいな。うちはおばあちゃんになって老人ホームに入る時まで、あもうみんなに見せて、もうアイドルだったんだよっていう自慢をしようみんなに見せつける。孫にも見せるよ。孫にもおばあちゃんは昔アイドルやってたんよって見せて、ワイちゃんすごいねって孫に好かれたい。頑張ろう、孫に自慢できるようにならなきゃ面白いな。ね、ちょ想像したら面白かった。老人ホームでアフロダイナマイト流してる自分の姿面白い。これからも老人ホームで自慢できるように活動を頑張る今年一笑ったなんでそんな面白いこと言った。いや見せなきゃ、ちょっと頑張ろう。おじいちゃんたちにモテなきゃ老人ホームでおじいたちにモテるよ。もちまむちゃんっていうアイドルだったんだねって おじいちゃんの前でワンマンライブするおじいちゃん、エボエボのおじいちゃんたちが後ろフリフリしてうーって、もちまるばあちゃんも一人で歌うその時までダンスできるかな。頑張って元気に生きるわ。ワンマンライブしなきゃ一人ワンマンライブする。こんばんざーいって、バンザイジャパンでーすワンマンしなきゃ。楽しいなそれ。ちょっと老後というか将来なんか年取るの結構怖いなと思ってたんだけど、ちょっと楽しみになってきた気がしたもうおばあちゃんみたいだよ。もうおばあちゃんみたい。でもよく言われる、なんか私ゆきちゃんっておばあちゃんみたいよねみたいな、結構昔から言われるんだよね。なんでだろう、よっこいしょとか言っちゃうからかななんかでも座ったりさ立ったりの時にああみたいな言っちゃうんだよね。これがババアかもしれない。なんか立ち上がったり座ったりが声出ちゃうなんか黙って立ったりさ座ったりできないんだよね本当に。やだ、これもう老後じゃない、老化が始まってる。やばいな、これ直したい、直そう。今年の目標は起き上がり座りの時に声を漏らさないこれを目標に生きていく。歌ってる時入れ歯外れたりそれはもう大事件なんだけど大変だ、おばあちゃん歌えなくなっちゃう。
歌ってる時に入れ歯取れたらもう大変だ、大事件入れ歯取れないように歌う。入れ歯、確かに入れ歯、入れ歯って取れんの？そんなんか入れ歯わかんないじゃん、なんか自分が入れ歯入れたことないからさ、入れ歯がどんな感じで取れるかわかんないけどね、どういう衝撃で取れちゃうんだろう、ガッて取れちゃうのかなやだ、元気に生きなきゃ、入れ歯入れなくても生きていけるように。話してて入れ歯外れる人よく見るよ。へえ、喋ってるだけで取れちゃうの、結構あれだね、デリケートなんだね。入れ歯飛んだ時はフロアで入れ歯争奪戦起きてるか、歌えなくても大丈夫笑っちゃった、なんか想像しちゃった、それ読みながらポロって飛んでいて、おじいたちがあーって入れ歯ってなってるのをちょっと想像しちゃった面白くなっちゃった、ちょっと介護士だったかいろんな想像できて面白くなった。すごい、介護士さんなの、かっこいい、介護士さんすごい、なんか自分はああいうのできなそうだなって思うからすごい尊敬する。うちもなんか中学生かな時、なんか職場体験みたいななんかあったの、そういうなんか2日間ぐらい、なんか人によってなコンビニだったりなんかファミレスだったりとか、まあ、病院とかいろんなとこになんか体験、お仕事体験みたいな行くやつがあって、うち老人ホームだったの、2日間行ったんだけど、うん、本当にあれだった、5分おきぐらいに同じ話してた、名前何って、さっきも言ったんだけどみたいな、名前1日でなんか20回ぐらい言った気がするあ、勇気ですって、あ、そうなのって言って、また5分後くらいに名前何って言われるのかわいい、外れた、あわわわわってなってるあわわわわわわ、取れないようにしなきゃね、しっかりつけて。ちょっと老後が少し楽しみになったもちまるであったそんな感じで47ルームは終わろうかな。個人ルームはちょっと寝る前のラジオにするかも予定、先にお風呂に入っちゃおうかなって、最近寝落ちがひどいので、先にお風呂に入ってから寝る前にみんなとゴロゴロしながらラジオタイムするということで、今日の配信は終わり。サンダイジャパン埼玉県の電脳師もちまるゆきでした。ルームフォロー、ツイッターのフォロー、インスタのフォロー、TikTok のフォローお待ちしてます。そういえば TikTok 最近全然載せてないな。いつも TikTok のフォローとか言って TikTok 全然上げてないやん。最近何流行ってんだろう。今日も会えて嬉しかった。ありがとう。こちらこそ会えて嬉しかったのだ。ちなみにほら見て、こっちの色紙はここに飾ってるんだ。まだアクリルのやつはね、あの汚くて置く場所なくて飾れてないけど、この辺に置くよの予定。めっちゃおもろかったおばあちゃんもちまるの妄想の話みんなおばあちゃんの、おばあちゃんになる時までよろしく。何歳までできるか、逆に死ぬまで続けようかな、アイドル。おばあちゃんアイドルでバズるかもしれない。100歳くらいのばあちゃん、100歳なのにダンスもお歌もとってもキレキレみたいなテレビで特集してもらえるかもしれない、話題になって100歳のアイドルってバズれるかな、どこまで続けられるかやってみようかな。みんなついてきてね、100歳のおばあちゃんもちまるまでそれではみんなおやすみ、あ、おやすみではない、あとでまた個人のルームするから、明日はね
漫才ジャパン不定期定期公演ジャックオブ東京があります。明日限定のユニットコーナーとかもあったりするので、ぜひ待ってます。それではもちまるでした。バイバーイ。